1793年にマインツで植樹された自由の木。当時の革命運動においてはしばしばこのようなシンボルが用いられた。大西洋革命は18世紀後半から19世紀前半にかけての革命の波を指す表現。1770年代から1820年代にかけての時期における大西洋世界に関わる現象であった。 艦隊西洋革命とも呼ばれ、産業革命も含めた社会システムの変化の過程と説明されている。大西洋革命は、アメリカ合衆国、フランスとその参加のヨーロッパ、ハイチアイルランド、スペイン領アメリカなど、南北アメリカ大陸とヨーロッパを揺るがした。また、より小規模の放棄は、スイス、ロシア帝国、ブラジルでも起こった。 各国の革命家たちは他国の状況を承知しており、ある程度までは他国の洗礼を模倣していた。新世界における独立運動は、1775年から1783年にかけてのアメリカ独立革命によって始まったが、この時にはフランス、オランダ、スペインがアメリカ合衆国のイギリスからの独立を支援した。1790年代には、 アイ革命が起こった。スペイン本国がヨーロッパにおける諸々の戦争によって動きが取れなくなっている間にアメリカ大陸のスペイン領植民地は1820年前後に次々と独立した。長期的な観点から見れば一連の革命はむね成功した。その結果、共和主義思想が広く普及することとなり、貴族や王族、 規制協会の打倒が広く行われることとなった。こうした動きは、例えば万人の平等のような啓蒙時代の普遍的な理念を強調し、その地域を支配する貴族の意向で下される正義ではなく、特定の利害に左右されない法の下での平等な正義が求められた。そこでは、近代的な意味での革命の概念が提示され、全く新しい統治が、 実際に機能し売ることが示された。ここで芽生えた革命的な意識は今日まで脈々と続いている。ありがとうございます。